2-2。右中間です。割れました。福田が帰ってきて今日もゴールデンイーグルスが1点を先制。藤田のタイムリーヒットになっています。武田は2アウトからの連打を浴びています。これ1番福田の活躍大きいですよ。内野安打からあのスチールね、昨日もこの福田が機能しているんですよね、はい、これが大久保監督が提唱する超機動力野球の、まあ、何かキーマンになりそうな、昨日が1番での先発起用初めてだったんですけどもね。はい、やっぱ打たれた球甘く見えますよね。実際甘いんですけどもね。その前にスライダー強振したその姿を見てバッテリーが何を思ったかですよね、はい、もっともっと低めに落ちる球を丁寧に投げようという、そういう、本当に石橋を叩いて渡るリードが頭に浮かんだかどうかなんですよ。さあしかしまだ1点です。これは1、2塁間も抜けた。藤田はサードを回っていきます。ハーミットはバックホームはできず、打った銀次もセカンドまで到達。ツーアウトからの3連打。まあ、ライトにいつもは指名打者のハーミッタが入っているという今日の布陣ですけれどもね、少しハーミッタにも、まあ、シングルで抑えられるところをセカンド落としられるという、まあ、いやでもこの打球やったらね、ホームクロスプレーでさあアウトかセーフか見たかったですよね。そうですね、はい、まあ、送球に関してはね、ハーミッタは少し課題は持っています。もうそれを分かっていたサードコーチは迷いなく腕回しましたからね、その打者走者の銀次もそのハンブル見てセカンドをやっぱり落とし入れるっていうのは状況判断よくできてますね。はい、